思ったより被害が大きいわ。中枢機関が破壊されなかったのがせめてもの救いですね。了解、また連絡するわ。皆さんお気をつけて。よかったわ、プリンセス号はなんとか修復できそうね。ええ、だけど本当の戦いはこれから。ゲームは前の二人とは比べ物にならない強敵よ。へえ、そんなに強いの？どうしよう。だからそのための作戦を考えるのよ。ユナ、まだ気にしているんですか、強化のこと。あの時はあれしか方法はなかったわ。だけど今の私たちには迷ったり悩んだりしている時間はないわ。今はあなたが戦うことがあの子を救う唯一の道なのよ。うんしょ、うんしょ、ほらほら、おいしいご飯ですよ。何にも食べないのは体に悪いですよ。特別にユーリーのお弁当の中から少しだけごちそうするです。さあ、どれから食べるです？本当においしいんですよ。このお肉だって米沢牛ですし、サラダだって有機無農薬、インド洋の本マグロだって大トロです。はあ、もう我慢できないです。おいしいです。胸が痛いの。え、胸？ずっと楽しかったのに、戦うの楽しかったのに、それはいいことなんだってお姉さま。全宇宙が私たちを憎んでいる。お前たちに居場所などないと、生きる資格などないのだと、そう歌っているのよ。私たちを受け入れない宇宙を私たちが許す必要はないの。みんなやっつけちゃっていいのね。ええ、いい子ね。だからいっぱい頑張ったのに、お姉さま私のこといらないって。わからない、どうしていいかわからないよ。私泣かれるとユーリーもどうしたらいいかわからないです。食べるです。簡単でした。ユナさんと仲良しになればいいです。あやこちゃんもお姉ちゃんもできっこないよ。どうしてでしょう。だって私たちユナをやっつけに来たんだよ。地球を壊しに来たのに。みんなそうです。え、リアさんもエリカさんもミラージュさんもミサキさんもみんな最初はユナさんと喧嘩してたです。嘘。本当です。ユナさんは誰とでも仲良しになれるです。お姉さまは宇宙全部が敵だって、味方はいないって。宇宙全部が敵でもユナさんは味方してくれますです。でも皆さんはこのお弁当箱なんです。お弁当箱？すごく大きくて好き嫌いなしで何でも入っちゃうんです。きっとあやこちゃんのお姉ちゃんだって楽々入っちゃうです。じゃんじゃん。あやこちゃん、ほらです。ユナ、お願い、お姉さまと友達になって。うん、本当、本当に本当。ユナ大丈夫だって。ユナありがとう。お姉ちゃんだってきっと分かってくれるよ。いや、地震です。みんな、何あれ。
要ないってわけね。お姉様、ユナ、ものすごい破壊力だわユナ。うん、だけど、かわいそうに、あなたは騙されているのね。そうじゃないよ、ユナは私たちの友達になってくれるよ。すぐに終わるわ。お姉様、早く待っててくださいです。